今日は、花文字のアーティストさんと言えばいいんですかね、はい、花文字アーティストのヨウさんに来ていただきました。はい、ヨウ海宝さんです。はい、よろしくお願いします。はい、まずあの花文字というのがみんなあのなんとなくはわかると思うんですけど、はい、あのもう少し分かりやすくあの説明してもらってもいいですか。はい、あの花文字はね、今まで2000年の歴史ありますから、はい、中国は昔からね、大手から始まるんですよ。それはあのいろんな吉祥、祝福の意味で、はい、あの希望の希望をね、文字に込めまして書いた文字ですから、うん、今まで2000年はずっと続けて書いてます。あ、うん、あの近年はあの色がね、もともと色は墨で描いてますから。あ、墨やったんですね。へ、墨で板筆作でね、はい、あのただ墨いっぱいやったら竹板筆作ったら、はい、あの 長い時間ね、はい、描けませんから、うん、近年はあのそういうフィールドをね、はい、フィールドを生かして、はい、あの 長い時間ね、はい、墨とか絵の具使って、うん、あの一つ文字であの長い時間を持って描けますから。あります。そうなんですよ。もともと筆が竹でやってたっていうのはびっくりですけど、はい、今はちょっと進化して。そうですね、もっと長く描けるようにとか、はい、いろんな色で描けるようになったんですね。そうですね。まあ絵の具自体はまだ100年は経たないです。あ、そうなんですか。はい、じゃあもう1900年ぐらいはずっと墨でやってたんですか。はい、あの一般的 の書道とかね、はい、あの流行らないですから、はい、なんでその原因ありますね。まずは頭部はちょっと特殊なんですけども、あとはね、あの描いたの作品はね、はい、あ、今まではあまり残せませんからね。あの結構ね、竹は硬いから、はい、髪破したり、あ、いろんな原因でね、破れそうですね、確かに。そう硬いからね。あのほんまね、少ないの作品はね、歴史的に残りましたけど。そうなんですか。はい、あの今はね、はい、中国は花鳥と、あの花鳥、花鳥風月の、はい、その花文字の名前は言いますけど、はい、日本は花文字はね、はい、普通的に一般的に、まあ、皆さんね、まあ、あの言ってますけど、うん、中国を最初はね、書いた時には花文字言ったらみんな花文字なんですかって反対に、はい、海外の皆さんはみんな花文字はあの言いますからね。中国は龍と鳳の文字言いますけど、龍と鳳で なんて読むんですか。あ、中国を言ったら龍鳳花文字。ほう、それが花文字って意味、うん、意味というか同じことをさせてる。あ、意味は一緒だけどね、多分呼び方は全然違いますから。違いますね。違いますけど、へえ、中国でもいろんな地方よってね、いろんな意味あの呼び方違いますから。まあ中国普通になったら花鳥、花、花と鳥 の、はい、あの文字、花鳥というの意味ですね、花文字はね。そうなんですか。ほんまの意味は日本の花文字はあのちょっと中国の花鳥の花文字はちょっと違いますからね。そうなんですか。言い方として、うん、あの表現のものはね、あの今までは、はい、あの一般的にの民間芸術の方に入ってますから、伝統的にね。一般の書道家はなかなかあの書けないの書道ですからね。例えば中国が香港とか台湾行ったら、はい、そういうあの職人さんと出会いして、はい、あのお土産物としてね、記念物として今は使われますけど。そうなんですか。はい、それはでも伝統芸能なんですよね。そう、受け継がれてきたものなんですね。そう、はい、そうです。あ、はい、あの最近はあの、まあ、うちのあの日本花文字協会はね、はい、ちょっと自分に会えたのはいろんな出会いなんかして、うん、ちょっといろんな花文字皆さんに知ってもらうためにね、はい、あの宣伝してますから。ああ、うん、そうなんですか。はい、なんか、ね、おめでたい気持ちになりますし、うん、いいですよね。はい、いいですね。あの色も綺麗しね、はい、みんなの原色を使ってますと色を一切混ぜませんから。あ、そうなんですか。はい、へえ、あの例えば今一つの絵の具を使ってますからね、はい、ちょっと浴衣だけ見てください。はい、どうぞ。これは混ぜてるんじゃなくて、うん、
2つの色をこう乗せてるのが自然にグラデーションになるっていう感じですね、はい、そうですね、うん、おこれは花文字はとことこの使い方ですかね。あ、確かにそうです、他では見たことない使い方ですね、はいはい、おこれが入ってるんですね。そうです、はい、じゃあ今は絵の具を使って東線だけ描きますね、はい、お願いします、はい、まずはあの水を、ね、軽くつけます。はい。では紫を白まな紫つけます。筆はいいが反対して、うん、ではブルーをつけます。はい。そうね、ブルーは薄いからもう一度深いのブルーをつけます。そしたらその筆に3種類が入ります。はい。あの繊維だけ描きますよ。わあ、すごい。おー、かわいい、めっちゃ綺麗ですね。色は全然混ざらないから、それぞれ色綺麗てますからね。そっか、ほんまですね、混ざらへんねや。それは花文字の、特徴ですからね、線の太いですから。それで色の表現できますから、例えば、蝶々かもしれない。おー、おー、蝶々に見えた。あ、すごい。シュンってきます。クチャコとかね。おー、すごいですね。長いこと持つんですね。持つ。へ、うん、えー。こういうふうに。あ、すごい。立体的。うん。色はね、はっきりはしてますから、それは筆の登場ですから、はい、今はちょっとクチャコ仕上げしますけどね。かけます、うん、へー、すごーい、すごい一瞬やのにすごいゴージャス。春の日場合はね、まずは下絵は一切かけませんから、はい、白いの紙上には表現します、うんうん、それ春の日のもう一つの特徴ですから。あ、うん、さ、そうかそうか、確かになんかフリーハンドには思えないよ、うんすごいですね。結構ね、皆さん最初はこの色どうふりかけましたってすごい、興味津々ですからね。そうですね、いや初めて見る技法ですからね皆さん、はい、あ、すごい、やっぱりすごい持つんですね。ちっちゃい中にインクがたくさん入ってるっていうか。そうですね、これはね、長さはね20センチありますよ。この長さでだいぶ水流されてますよ。永禄なくてもだいぶ水ありますから、それを少しずつ流して咲かったらまた流れ違いますから、今までねずっと勝てますからね。またまた大丈夫すごいまたまた大丈夫。もう一つの音は神、はい、神はね、ちょっといつもと神はちょっと違います。あ、そうなんですか。ちょっといい感じとかちょっと特殊なんだ、はい、あ、この神です。光沢感がある。これはツルツルの神ですから。本当ですね、なんか和紙みたいなんじゃないんですね、はい、これはなんか専用の紙があるんですか、はい、爽快からだら色あんまり沈まないから長い時間持つし、もう一つ特徴ですから。あんまり染み込まないような、はい、あとはこの線描くときにシャープで線はできますね、はい、おーすごい、はっきり言ってますから、うん、和紙で描いたらこの線はなかなか最後の綺麗にかすっていますから。そうですね、綺麗てませんからね、うん、花文字は一番大事なことは文字は生きてますから。はい、うん、文字は生きています。生きてますのをどういうふうに字としたら動かないから、やっぱり動くは一番大事から、その僕の大事ところはどういうふうに伝わる、やっぱり線の一番大事やね。最後の最後そういう跳ねたら線だけ。ああ、確かに、軽くね伸ばしたり、そしたら線は生きてますから。なるほど、うん、確かに
生き生きしてますね、線が生き生きして、ね、それ描くときにそんなに力もあまりいらない。あ、もう描くそうなんですか。なんか上の走れた感じしますけど、まあ、考えたら、じっとしたら、そのところに止まったら、その起点はもう失敗。あ、確かに、あんまり鼻文字っぽくないですね、それ。だって止まりますからね。ああ、そうか、ちゃんと最後まで生き生きと生きてるような感じで。そう、生きり変えた方が一番いいんですよね。ああ、そうなんですか、はい。あとは、例えば、いつも今までは世の方に頼んできて、はい、自分の名前とか好きな文字をね、私の前に座って、はい、それを感じて、それ感じたての作品は仕上げていきます。ああ、そうなんですね、うん、今までは同じモードは二度かけませんか。あ、そうですか、うん、特別な感じがしますね。あの、まあ、皆さんのホーラー、ホーラーで感じるね。オーラで、オーラで、おお、そうだね。なんかそのモチーフは、例えば今蝶々とか、あのクジャク描いていただきましたけど、大体決まってるんですか。あの、決まりもありますし、決まってないものがあります、はい。あ、そうなんですか、うん、やっぱ人気みたいなのがあるんですかね、うん、決まったらば蝶々、竜とか、あの桃とか、パンダとか、それは決まり。パンダもあるんですか。パンダもあります。かわいいのにイメージね。あ、そうですか、うん、パンダありますし、あと決まりはないことは、要するに皆さん希望あります、うんうん、私はこの花好きとか、こういう動物好きとか、はい、自分の色は、あ、自分の可愛いの色好きとか、それを花文字に入れたいとか、それは、まあ、花文字も決まらないですから、ね、そうなんや。それはなんとか私の好きなものを入れたいと、はい、もちろんは形の中では何も書けませんから、はい、特には写真とか、あのその場で見せたら、その場で見せてから書けますとか。すごい、そういう、あ、そうそうそう、そのまますぐ書いていただく、書いて、それは決まりはないことですから。あ、そうなんですか。決まることは、一つの筆の中には2種類、3種類はいっぺんに出ますと、はい、あと一つ漢字の中に、あの吉祥の絵から入れたり、一つの皆さんの幸福の希望とかね、はい、お願いに願って書いたのが文字ですから。ああ、そうなんです。いいですよね。なんか自分の名前になんかこうもっと深みが出るっていうか、意味があるような気もするし、はい、なんかこうポジティブな、そういうね、なんか、はい、おめでたいこととか縁起のいいイラストと一緒に描かれると、すごい自分の名前により愛着が湧くというか、うん、いいですよね。そうです、今皆さん初めて方のね、はい、春文字は何ですかって始まるんですよ、はい、そしたら、自分の名前は目に前で書いたらすごい幸せな気分になりました。ああ、そうですね、はい、なんか改めて自分の名前がね、好きになるというか、はいはい、ああ、そうですか。で、特になんかそういう鳳凰とか、なんか私着物よく着ますけど、はい、着物でも鳳凰とか、はい、あと何やろ、桃とかですか、なんかそういうボタンとかって、いい意味があるじゃないですか、はい、おめでたい意味とか、そうそうそう、なんかそれも同じような感じがして、はい、ちょっとなんか日本の文化ともなんかこう、なんていうんですかね、近いような感覚で、なんかこう喜びを表現したって感じ、いいですね。やっぱり基本は吉祥ね、吉祥開運花文字はいいようですけど、そうなんだ。はい、あの今日はあの一つの例の文字をね、はい、ここで実演いたしますから。まず紙上に下記ね、まず何も書けないから、はい、それ上には一つの、あの例の文字を表現いたします。はい、すごいです、変わります。
お、気づかんうちに生き物が。これね。すごい。すごい綺麗。いやー素晴らしい。去年のあの今年の漢字に選ばれた令和の令ですね。すごい。その中では梅と鳥ね。梅ですか。そう梅です。こっちはまあ竹ですからね。そうですよね。竹は一応成長で意味ありますから。あ、そうなんですか。梅は平和、鳥は幸福。あ、最後は綿棒で仕上げします。はい。ちょっと柔らかな風に言いますか。確かに、よりなんか線だけはちょっと硬いですからね。そうですね、優しい感じがしますね。すごい。なんかこう勢いもあるけど優しさもあるみたいな感じで。そう、真ん中はじっと止まるからね、縛るから竹。それで、そうかそうか、真ん中に細かいこうイラストが描いてあって、下がどっしりとしてるわけですね。そう。すごい。やっぱり松竹梅はいいもんですね。そうですね。はい。すごい。細かいところもさっき言ってはったみたいに、その線が生きているって感じしますね。なんか最後までこう全部独立してこう線が色を出てるっていう感じがするし、あとこの線の連続を描いたり最後の線はやっぱり連動したらちょっと硬くなりますから、それは伸ばしてね、あの勢いで、そしたらその形は表現できますから。ここもそう連動したら、まあ、3箇所だけで伸ばしてね、あと上に跳ねます。2回の感じでますからね。すごいですね。この跳ね方もやっぱり独特ですよね。はい、なんか筆でね、例えばお習字で書いてもこの感じは出ないですし。そう、ちょっと感覚をね、この板船の魅力ですからね。ああ、そうなんです。はい、なんか書道とも絵画ともまた違うみたいに、よく言われてる花文字って聞いたことあるんですけど、やっぱりなんか違いはどういうところがありますか。なんかこう文字は文字やけど、なんか書道でもないじゃないですか。A 文字ですよね。A 文字。A と文字両方になんかありますこと。そうか、両方のいいところみたいな感じで。そうそうそう。形は まずはね、花文字はパッと見たら何の文字は読まないとダメですよ。そうなんですね。もう分からんぐらい崩したらダメなんですね。まず見たら、あ、これは何の文字ですかって、まず、あ、はっきりはね。それを上にまた流れ鳥見たり、花見たり、蝶々見たり、それをまたゆっくりはね、見えますと。そうなんですか。でも、漢字みたいのもう本物線は一本も書いたら、その代わりは硬くなりますから、あと、あのところは崩れてね。あのところは形にしっかり止まると。
それはやっぱり文字のあと A の2つ のバランスどういうふうにうまく取れますように、ね、そうか、確かに全部 A でも全部文字でもね、うん、ダメだしっていう、うん、そうですか。あとは色ね、はっきりはね出ますと。ねそこが、うん、その混ぜないんですね。混ぜないですけどね、それは調節の基本ありますね、うん、そのままつけたらそのままつくのが一番いいですよ。あ、そうなんですか、はい、ちょっとだけ紙に混ぜたら一遍で色が変わりますよね、汚くなりますから、そのままの色の方がいいですね。そう、原色ですね。はい、でも鮮やかでね、その方がパッとこう目を引くっていうか華やかな感じしますもんね。そうですね、墨でペアになったらちょっと雰囲気は変わりますからね、同じ文字でもね。うん、そうですね、黒と白だけやったらね、はい、またちょっと落ち着いて見れそうですけど。そうですね、そうなんや、すごいですね、はい、いや素晴らしい。これは他に何か字書いてもらうんですか。これはもうとりあえず今は例だけ、ね、これはね、ちょっとしたらいいですか。それから映像の中でまだ写真撮りますか、選ぶんですか。まあ多分